四天王寺東高等学校、中学校は大阪府藤井寺市に所在し、中高一貫教育を提供する私立中学校、高等学校。中学校においては、四天王寺小学校から入学した者と、中学校から入学した者との間では、別々にクラスを編成する併設型中高一貫校。中学校は2014年4月1日に開校し、 高等学校は2017年4月1日に開校された。校舎は藤井寺球場跡地に建設された。聖徳太子の教定員設立の和の精神に基づいた教育を行う。学校法人四天王寺学園の学園訓は次の通りである。和をもって尊しとなす潮に報いよ潮とは国の恩、父母の恩、世間の恩、 ふっつの女に誠実を胸とせよ礼儀を正しくせよ健康を重んぜよ教育方針は次の通りである。日本のリーダーとして活躍できる強い精神力の形成規律、正しく厳しさを備えた人格の形成将来希望する世界に力強く有非する学力の育成。この項目では特色のある行事のみを記載する。令和2年度よりコース名、カリキュラムが変更され、 全コースにおいて4天王寺東中学校からの内部生と外部生が混合編成となり内部生のみのコースはなくなった。全コースにおいて4天王寺大学、4天王寺大学短期大学部に優先入学制度が充実している。高校2年進級時に本人の希望や適性に応じてコース変更が可能。前期2年間の基礎力養成期間。 中期3年間の実力要請期間、後期1年間の実践力要請期間に区分する、2から3から1制を採用する。中学校第3学年で高等学校第1、学年の一部を先取りし、高校進学後に内容をスムーズに理解できるように、する。また4天王寺東高等学校に内部進学する場合は、中学3年間の学習成果を試すため、 高校入試を受験する。不合格になることはない。中学校では、週間授業時間数が34単位、演習授業が2単位時間配当されている。放課後個別指導と、E い,いトレーニングに基づく学習方法、学習習慣の確立を目指すとともに、長期休暇中特別講習が行われる。仏教に基づいた特育を行っている。具体的には、カレリア、瞑想、 仏教の時間、宿泊学習、新入生受回会,会、礼拝時間、行動特活があり、仏教の時間は全学年収一旦位時間開設する。クラブ活動及び学校給食を通じて体力育成を行う。校内には人工芝のグラウンド、武道場、体育館、プールが設置されている。中学校では学校給食を導入するが、高等学校では 食堂利用や弁当持参を計画している。次に掲げるクラブを設置。部活によっては、高等学校の生徒のみの入部に限定しているものもある。校舎は7階建てであり、各階は次のような構造になっている。ありがとうございます。